けで議論してみた。第4回やってきました。今回はね、ハルチも参加しております。できるか、お前にできるんか。マジで書いてね、例えるかわからんけど、こいつは余裕だ。もしかしたら初めて見る人もいるかもしれないから簡単に説明すると、まあ、アプリを使ってあらかじめ音声を録音します。議論のね、僕はこういう意見があります、あなたはこうやって言ってましたがどうですかみたいな反論も予測をしてやります。それでいざ議論をするという、まあ、ごく単純なゲームになっています。ということで今回のお題なんですが、3問やります、はい、3題ね。まず1、桃太郎がもし1匹連れてくなら猿、犬、キジどれ連れていくか。何でもわかんない。もしデートするときに男がおごるか女がおごるか割り勘するかっていうことで、おごらせる。そう、おごらせる。おごってもらうじゃん、おごらせる。で、最後、女の子を選ぶときに尻、胸、顔どれ選ぶか。はい、ということでこの3台でやっていきたいと思います。ということで録音していくぞ。はい、ということで僕の作戦なんですが、僕が鳥、キジはね、飛べるんだよ。キジはね、しつけれないけど、しつけれないってことは凶暴ってわけでしょ。だから敵が、だからこっちに攻撃してくるかもしれんけど、バーンって殴ったらかなわんと思って向こう行くから期日目になって、多分猿を言うハルッチは単純なんで頭がいいって言うと思うんですよ。遺伝子が似てるって多分知ってるから、そこに対してもカウンター用意してます。あと犬の意見、犬はね、懐きすぎて飼い主離れれないっていうところがデメリットだと思うんで、そこについていきたいと思います。はい、次、おごるおごられる割り勘問題で、僕はおごる派なんですけど、女の子は美容院代とか服にお金かけるから男がおごる。でこれ反論されそう、ワンちゃんで胸、尻、顔で、僕尻なんですけど、まあ、尻はねないです。うん、だってもう C じゃん普通。これに関しても人の好みだからな、それを言語化しろって言われてもできないけど、ね、無理、まあ、これの言語化すると IQ が下がるっていうね、好きとしか言えないでしょ、うん、ほら、ああダメだ。まあ尻には乳首がないよねっていうところ言ってきそうだよね。てかこの問題さ、うん、この前やったことね、第一弾で、あそこに顔が入ってんだ。だから今回はハルチへのセクハラなんだよ。なるほどね、そういう企画なんだよ。オッケー、以上。オッケー、おい、メス終わったぞ。まず桃太郎のやつね。桃太郎、はい、コバちゃんもね、絶対にね、犬はね、鼻がいいとしかね、特徴を知らない。だからそれに対してまず反応する。で、カイトは多分キジの優位性としてくちばし、くちばしくちばしが武器になるって言ってくる、絶対。あいつは武器処方次ね、おごるおごられる割り勘論争ね。カイトがあるだもんね、男の子が払わなくちゃいけない。そうそうそう、絶対あいつはあの豚はあのクソゴリラは、あの女の子は美容とか使うって、お金いっぱい使う機会がいっぱい多いから、女の子は美容院代とか服にお金かけるから男だと、その分男の子がデート代払わなあかんって思っとるの、バカやなやつ。だからそんなの意味ないよって。その小林に対しての何かないの？ない、興味ないから。オッケー、次行こう。胸尻顔論争、本当に言うことがない。まあでも、おっぱい大きい人が魅力的って絶対言うから、おっぱい、まあ魅力的というかもう自分の好みってことでしょ。そうそうそう、だから気持ち悪いって言い続けるね、お前らキモいって。はい、でも絶対にもうこの論争に関しては、あの二人は気持ち悪い発言いっぱいしてくるから、それに対する、ああ、もう正味それに対してしかってことね。あ、そうです、はい、別に私の主張は特にありません。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、頑張ってください。キジ、サル、犬論争は僕は犬派ですね。なんで犬にしたの？かわいい。お前ってほんとバカだよな。これはね、犬のね、あの特性をね、言っていきますね。それに関しては反論がないです、あんま。キジは飛べるからって言ってきそうだから、それに対しての言うことしかない。キジはね、飛べるんだよ。キジは飛べるからって言ってきそうだから、それに対しての言うことしかない。猿はほっときます、一旦。猿をカイトが潰してくれるでしょう。他力本願すぎ。デート代のあの、おごりおごられ割り勘論争は僕はおごらせるで。おごらせるってさ、反論むずない？小林がおかしいキャラでいけば反論はできるんじゃない？オッケーです。うわ、ムカついた今の顔。で、次は尻、胸、顔論争で、僕胸です。第1回もやったと思うんだけどね。やったよな、まあ、それ似たようなことを言いつつ、まあ、顔に対しての反論ってことでしょ。顔に対しての反論はない、負けだよ。顔はカイトが潰してくれるでしょ。え、お前他力本願やば、何しに来たん今日。今回の小林の作戦のタイトル名は他力本願ってことで、カイトのサポート役ってこと？んー、それもないね。じゃあ何俺もなんか、みぞのジャッジがあのバカになってほしい、俺ってなってほしいってこと。絶対に俺に言うべきじゃないやそれ今。もう終わりじゃんこれ。それでは第1代、桃太郎連れていくなら、キジ、犬、猿、どれか。キジ、猿、犬、よろしくお願いします。嗅覚がいいので、鬼ヶ島を探すときに役に立ちます。
コバちゃん、あのね、鼻がいいからといって強くなければ何の意味もないんだよ。はーい。じゃあ次のお題のやつ録音していきたいと思います。第2題、男がおごるべきか女がおごるべきか、割り勘か。男がおごるべき。割り勘。おごらせる。よろしくお願いします。女は黙って家で米研いどけ。お前の言う通りや。その通りだ。
やつがダセんだよ。黙れデブ。チンカスって女の子にもつくの？ガーンかい。自分のお金を使わずに済むので最高です。いやそんなわけねえだろ。そうだろ。割り勘が一番。わあ。ありがとうございました。え、意見浅っ。もう絶対行ってこんわと思って先読みでカウンター入れてようとしたら後から来たの。そう、俺も行きづらと思って、やりづらと思って、ちょっと先に行きすぎて、うん、そうだ、もうちょっと貯めればよかったな。これ誰勝った？いや、わかんな、これちょっとむずいかもしれん。引き分け、もう引き分けでいいよ。いやー、まあドローだな。ドロー。まあだから決着は第3弾でつくということです。あ、1回目なしでいいじゃん。いいよ。第3弾買ったやつが勝ちな。第3弾ね。ラスト問題。尻、胸、顔、尻、顔、胸、よろしくお願いします。はい、お願いします。あなたたちは不細工な女の子とチューできますか？キスしよう。あの、ずっと言ってるんだけど、胸のてっぺんについてるアクセサリーが素晴らしいんだよ。小林はおっぱいには乳首っていう立派なアクセサリーがついてるって言ってなかったっけ？あれさ、真っ黒だったらどう？あ、でも童貞だから全員ピンクって思ってるから。これ以上童貞っていうのはやめてください。胸は柔らかくて触り心地がいいです。私触ったことないですけど。ありがとうございました。ムラムラ止まらんらしいよ。いや、嘘ね。オナニーが死ぬややべえって。ほんとだってな、一緒やん、小林と。お前らさ、なんで言ってこんかったの？顔かっこいいと。え、あれだ、女の子を選ぶあれやと思ったから。いや、まあ、どっちでもいい。ちょっとズレがあるよ。ズレがだから、あれだ。いや、見誰が勝ち？聞いとった感じ、納得したのはハルチかな。オナニー趣味じゃねえんだよ。で、お題が違うやん、それ。一番適した発言をしとったのはあるちかな。あいつ急に冷静に分析し始めた。だ最初と最後でも彼と俺の未来読んでた。そうだよ、読んだよ。接触のやつやっぱ大。でもお前はなんかオナニーみたいな、この検討外れ。バックバック本当にバックバック言ってたやん。本当にこうやって嘘偽りのない、え、逆か、逆だね、嘘偽りがないんだよ。だから嘘偽りない。あるちね、勝ち。もうなんでだよ。終わらそう。
はい、第4回のね、録音のやつが終わりました。はい、どうだった？初めてやった。あのね、めっちゃ難しかった。なんか何言ってくるかも予想できんかったし、全然言いそびれた意見とかめっちゃあった。そう、後から、まあ、言いたくなっちゃった。後からね、出てくるやつあるよね、その場で。で、その場で反論はしたいけど、それを読むのが録音の楽しみだから。で、まあ、ハルシは趣味がオナニーということで、はい、いいですね。全然違います。一回動画的にいいですね。一回だけ、そういうことでいいですか？イエス。ありがとうございました。はい、皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、かしこチャンネルの TikTok、 ハルチの TikTok、 かしこチャンネルの Instagram、 ハルチの Instagram、 ぜひフォローの方よろしくお願いします。あと、皆さんのクレジットカードのカード番号を送ってください。私たち Amazon の欲しいものリストを皆さんに共有するので、ぜひ私たちにどし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 プレゼント送ってください。